長引くコロナ禍あなたたの年老いいおお父さんお母さんん母はどう過ごしていますか介護施設では感染を避けるため入所者との面会の取りやめも施設ではリモート面会をしたりさらには窓越しでの面会をしたり家族と話す機会が激減し認知症患者の場合 進行すする恐れれも指摘されていますそんな事態を回避しようと動いたのが東京ドームの屋根も手掛けたという大手テントメーカー作ったものがこちらウイルス感染を防ぐ防護服です面会時に家族が着用し高齢者と直接会うことができるのです。ウイルスの侵入を防ぎながら 背中のファンが新鮮な空気を吸い込み、快適に過ごせると言います。実際にスタッフが来てみました。こちらの防護服、医療用と面会用があるんですが、こちらは面会用です。顔の周りはですね、どこから飛沫が飛んできても大丈夫、完璧なフェイスシールドです。で、ちょっと後ろ見てもらっていいですか？ ここにエアファンが入っているんですね新鮮な空気を吸い込んでそして顔のあたりにそれを送り出しているとじゃあ排気はというとこのあたりでやっているということなんですねではまた前を向いてもらってもいいですかどうですか熱くはないですかいやもう全然熱くないですね心地いいです、はい、で着心地いい息苦しさはないですか ないですね中の新鮮な空気なのでとても快適ですちょっとねやっぱ声がこ,うこもってるかなというのはありますけども山本さん、はい、やはり今大切な方と面会する時はちょっと大げさに見えますけどここまで最新の注意を払うことが必要なんですかね。そうですねあのやはり高齢の方に移してしまうと重症化の恐れがありますのでそういった対応ということになるんだと思います。はい 実際に医療用では、これはありませんけれども、ほぼ同じような感じなんでしょうか、はい。医療用と同じ仕組みになっていて、なおかつ、その頭のところが大きくなってますから。おそらく圧迫感がなくって、楽なんだろうというふうに見てました。はい。圧迫感はないですか。全然ないですねえ。こういった防護服を着て、面会をする。もしかしたら、今はそんな時代なのかもしれません。はい、ありがとうございました。